熱海空港着きました。あ、やばい、電車来てる。大阪到着しました。飛行機乾燥しすぎてちょっとパックしてる。なんかここのニキビが一生治らない、3ヶ月くらいずっとあって、やっぱグルテン。今から準備してランチ食べて、大阪でいとこと待ち合わせしてるから久しぶりにいとこと会います。たこ焼き、昨日お好み焼き食べたからちょっと今日たこ焼き食べたい。あとネイル、大阪のネイルズインクでちょっとネイルしてくる。大阪来ました。めっちゃ違うよ髪。びっくりしたもん。お刺身食べてる、お魚言ってたよね、愛媛でさ結構食べたみたいな。めっちゃ食べた。まさか関西来てもう魚食べると思わなかった。確かに淡路島以外というか、淡路島に来なかったらその海鮮海鮮みたいなねってなることはないかも。ペツサブローに来ました。淡路島の回転寿司。
you said forever now I drive along past your美術館っていうところに行ってきます。今日がこっちのエリアは最終日で、明日から京都に行きます。京都は1泊2日、本当はもうちょっといたかったけど。お茶飲んでる飲んでる。美術館到着。今どこを歩いてるのかわかんないんだけど、ここは天神橋の近くです。天神橋筋。ぐちゃ焼きだって。セットってなんだっけ。ぐちゃ焼きでシェアする。じゃあぐちゃ焼き1枚とたこ焼き8個入りで、ソースマヨにからしマヨネーズトッピングで、はい、青森とかちょっと入れといていいですか。はい、はい、興味深い。うわ、美味しそう。うわ、最高すぎた。これはいただきます。やばいです。やばい。うわ、美味しそう。うわ、過ぎて今回旅行めっちゃ居心地良かったっていうか、移動の時もすごい楽しかったし、別に何するわけでもないけど、なんか一人でいろんなところに行くっていうのがすごい楽しかったし、国内のいろんなところに行ったりするのとか、なんかめっちゃいいなと思って。やばい、もうなんか話そうと思ったけど眠すぎてやばい。おやすみなさい。